皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは令和時代の女性のコミュニティ作り、高橋貴子的コミュニティの運営ルールとはということについてお話をしたいと思います。教室の先生っていうのはある程度生徒さんを長く見ていったり集めていったりするとですね、自然と大きなコミュニティとかになっていくケースとか多いですよね。例えば名簿が1000人とかいらっしゃる先生とかも私何か存じ上げてますし、1000人までいかなくても、500人とか200人とか、そういったちょっと一つの大きな規模に、なっていくようなコミュニティと言われるものをすでに持ち運営している方とかもいらっしゃいます。そしてこれから運営したいという方もいらっしゃるのもしています。やはりですね、安定的にリピートで生徒さんに来ていただくっていう上で、いろんな私コミュニティとかも見ているんですけれども、それを見ていて思うのが、そうですね、先生とその生徒さんの関係が希薄ですと、やはりリピートにはつながりにくいな、要はいつもその先生は新規集客を頑張り続けなくてはいけないということですね。内容がいいのはもちろんなんです。レッスンの内容がいいのは、当たり前というかある意味大前提で、それプラスアルファ、要は先生に会いに行く理由、そこに行くと楽しい理由っていうのがなくては今はなかなか行きにくい時代になっているっていうことですね。ですから教室運営の部分で、今日はコミュニティのことを主にお話しするんですけれども、コミュニティなんて作るほどでもっていうふうに思う方は残念な方です。どんな事業でも、例えばそれが教室じゃなくても、例えば整体院とか美容院でも何でも構わないんですけれども、法人対法人の事業でない限りは、それでも私あってもいいかと思うんですけどね。コミュニティ、っていうのがあって運営されていくと非常に盤石な体制を作っていくことができますよっていうヒントとして今日のお話は展開していきたいと思います。まず早速なんですけど、なんでこの話をしようと思ったかっていうのがですね、私は教室集客のコンサルタントで、女神のティーサロンと呼ばれる、サロンというか会員制コミュニティの仲間たちがいることができる場所っていうのを、持っていて、主として私が運営管理人として運営はしているんですけれども、そちらの方が大体そうですね、40人ぐらいでやってるのかな、40人弱で運営してるんですけど、私のコンサルをできるキャパシティが時間を計算して50人までっていうふうに思ってるので、あまり一気には増やすことはしていなくて、都度の募集でポロリポロリと、あとは募集じゃない時でもポロポロ来た場合には面談をして、その方の意思を確認と、私でいいのかっていうこととかも確認をさせていただいて入会をいただいてるっていう形なんで、激増はしてないんですけど、微増ですね。10、15、20、25、30みたいな形でどんどん増えてて、今40人近くになってきてるので、だいぶ大所帯にはなってきてるんですけれどもね。100人とか200人の大きいコミュニティを運営する時のやり方と、50人規模ぐらいの濃密で密な感じでコミュニティを運営する場合のやり方っていうのは違っていて、私がおすすめしたいのはですね、教室の先生で、そうですね、生徒さんと自分が嫌でなければなんですけど、嫌な方は別にやんなくていいなと思うふうに思ってるんですけど、嫌でなければある程度定期的にですね、教室の内容そのものと、関係ないものでもいいから、なんか一緒に何かをするみたいな機会とかを作っていくっていうのは非常にいいことかなっていうふうに思っていたりしています。私もよくお酒も飲みますけれどもね、パンの時とかもお酒が好きな人がその会に集まっている時には、パン教室ですけど、車で来てる人がいない限り、いても飲まなければいいんですけど、みんながなんか今日のパンとか白ワインが合いそうだから家にあるから
飲みますとかって言うとね、飲む時に飲んだりとかって言って、まあそういう割と何でしょうかね、ルールはあるようでないみたいな部分もあることを、まあ率先的にやったりとか、あとは何かイベント的なものとかを組んだりとかすると、その時だけ来たい人、イベントレッスンとかがですね、コラボとかもよくやってました。お花の先生と組んで、お花のリースと私のパンのリースのダブルレッスンとか、そういう何かお楽しみ、にぎやかしというか、そういうものをよくやりながら、飽きさせないっていうことを、まあ私はエンタメを重要視する人間だからかもしれないですけどね、飽きさせないっていうことで、まあ運営をしているっていうのがまず基本姿勢であるんですね。でそれをある時ですね、男性のコンサルの方からですね、非常にこう密で濃い付き合いができてて、しかもその人たちがみんな、まあ、喜んでそこにいるっていうか、やめないでそこにいるっていうのはなんかすごいとかって言われたことがあって、ああそうかっていうふうに思ったんですね。まあ、私自身も楽しいことしかしないっていうのは自分で決めていることなので、もちろんその部分もありつつも、やはり私と相性のいい方、一緒にこう前に向かっていこうっていう考えが近しい方をきちんと入れお話をした上でですね、相手も私がいい、私もその方とご一緒がいいなっていう方だけを入れてるからだと思うんですけれども、非常にこう濃密でいい、メンバー同士の切磋琢磨する形とかもできているので、非常にいい状態だなっていうふうには思ってるんですね。ですからそのコミュニティ運営を密な形できちんとしたい場合には、普通に触れ合うレッスン以外のところとかも、例えばみんなで遊ぶとか、そういうものをこう提案してみて、それで、まあ、飲み会でもいいですよ、懇親会でもいいんですけれども、そういったものでこう皆さんの本音っていうか、まあ、遊び心があるようなお話をね、聞いたりとかするだけでも、随分こうお互いを理解できる機会が多くなるので、まあ、単なるレッスンでのお付き合いでももちろん悪くないんですけど、たまにはそういうところでより近しく、お話ができるような議会とかっていうのを作るといいかなというふうに思ってるんですね。ですから私の場合には3ヶ月に一度は、軽いセミナーと懇親会っていうのを定期的に開催していて、参加は自由です。実費だけで参加できるような状態ですね。でそこでまた皆さんとね、実際にいつもは私と個人で1対1でクライアントさんなんでセッションとか受けてるの、そういうこう団体が集まるようなところに行くと、そこでまたいろんな方の刺激とお話をもらえて、で向いてる方向は一緒ですから、教室業なのか教室業じゃない違う業界業種だったとしても、自分のサービスを広くいろんな方に受けていただいて、まあ、集客とか、まあ、あとはその事業展開を伸ばしていくとか、まあ、そういった上向きに行こうっていう意図と意思が同じ方向を向いてる方たちが集まってる会なので、非常にこう何て言うんですかね、いい気も流れているし、そこに入るとよし自分も頑張ろうっていう方も、まあ、増えてきているっていうのも事実ですね。ですから自由参加であるっていうところが私の運営の中では一番多いですね。強制参加っていうのはね、ないんですよ。もうご自身が決めていただく、自分の意思で参加していただく。なので、例えば今ちょうどですね、ハロウィンパーティーとセミナー、今度東京と大阪と2方面でやるんですけれども、最初は私一人でやってました。で2回3回目くらいになったんで、そろそろメンバーも増えてきたんで、じゃあ幹事チームやりたい方一緒にやっていきましょうっていうことで、幹事は負担がかかるので、通常今やりたがらないケースが多いです。そういう学級ね、院長とか嫌とかあるじゃないですか。だけれども実はそういうのをやるとですね、例えば私がどういう形でそういう会場選定しているのかとか、どういうおもてなしの心を持ってタイムスケジュールとか全部組んでるのかとか、どういう催し物をやるっていうのが軸としてっていう、まあ、そういうイベント企画の方法とかもただで習えちゃうわけですよね、幹事やれば。だから、まあ、そういうのをチャンスと思って思う方は立候補しますし、まあ、そうじゃない方は立候補しない。
っていうことで、立候補がなければ私が一人でやるか、会自体を潰しちゃうかっていうぐらいの話なので、そういうことを割とよくやります。で、面白いのが、基本はだから本人の主体性に任せるっていうところなんで、こちらからお願いするとか、みんなでこう押し付け合うっていうとか、そういうのはないんですよね。手を挙げた人にお願いしていく。だから本人の負担が増えるのも、本人が受け止めるって決めればそれでもやっていただくっていう、まあ、全体バランスは見ますけれどもね、私の方が。なので、やっぱ私のテーマが自由なので 自由ですね。やりたいっていう意思を尊重しますし、誰かにその負担がかかるっていうことがなく、皆さんの中で考えてもらって、立候補があればそうするし、なければしないっていうだけのことなので、ことさらにこう無理にやるっていうことはないから、逆にいい空気感が充満している感じですね。そして、まあ、その時に私も基本公平であることっていうことでやってますので、誰かに肩入れするとか、誰かだけをっていうことは私自身が全くないので、いつも自分の軸になっている原理原則っていうものがあってですね、それが長年いる3年とかいるメンバーだろうと、新しく入ってきたメンバーだろうと、言うことは全く一緒なんですよね。原理原則に沿ってお話をしていくので、その上の軸がないと、多分女性だとですね、あの人を贔屓してるとか、この人はなんか可愛がってるとか、ガチャガチャ言ってくるようなタイプの人とかいるような空気を作ってしまうんですけれども、原理原則に沿ってますので、例えば飲み会に行きましょうみたいな話とかでね、お誘いを受けて、私がその飲み会、まあ、例えばワイン会とかよく誘われますけれども、それに時間があって興味があれば行くし、興味がなければ行かないっていう、とてもシンプルな法則になるので、この人から誘われるから行くからとか、この人から誘われたから行かないとかではなく、興味があるかないか、時間が空いてるか空いてないかっていう、とてもシンプルな指標でやってるので、生徒さんと普通に飲みにも行くし、普通に旅行っていうか、まあ、私が主催する貴賓館という慰安旅行的なものがあるんですけど、そちらも行きたい人いればどうぞって言って手を挙げてもらって、そこから宿の手配するだけなので、誰がどう参加しても構わないっていう、まあ、そういうようなスタンスで、手をさえ挙げればそれを手に入れることができるし、別に参加しない人も、だからといって本人がそれを選んでるだけなので、どちらでもいいっていうのが私のスタンスなんですね。ですから自立はしてるし、自由だし、縛らないし、でも参加したらそこではワクワク感のイベントを楽しめるっていう、まあ、そういう作りにしてあるっていうのが、私の、コミュニティの運営の大きな軸になっています。あともう一つは、私は会社員だった時に部長職、まあ、中間管理職と言われる仕事をやっていた時に、やっぱ上のご機嫌を伺いながらと、下の部下のあれをしながらって真ん中にいるので、非常にこう調整が大変な立場だったんですね。だからよくですね、男性経営者の会社経営をしている人から、まあ今までの経験値とか、私が普段喋っている発言の内容とか聞いていて、会社を立てて、まあ、会社立ててますけどね、株式会社 できるだけ私はその外注さんとかを多く契約することによって、組織としての固定のメンバーでここの中でやるみたいなことは作らないようにしているので、男性が作りたいような会社組織っていうのにはさっぱり興味が今のところはないんです。そのうち急に興味が出たら、いきなりドーンとね、会社ドーン立てて、社員どんどんどんって雇ってってやるかもしれないんですけれども、その時の経験値があって、私はそんなに組織に縛られる、ないしは組織だからとか、その人の役割はこれだからっていうことで、固定的にこう、チーム作りをしていくっていうのが、こうあまり自分的にも好きじゃなかったのでですね、今採用しているのがまさにその形になるんですけど、このプロジェクト、今回ハロウィンセミナー立てるよ、幹事やりたい人とかね、
で手を挙げてもらう。で、今度はこのプロジェクト立てるよ、この時にやってみたい人を手を挙げて、いなかったら私自分で引き受けてやるよ、ないしは潰しちゃうとかっていう、まあそういう感じでやってるので、自分で一人でもう全部決めてやっちゃいたいのは一人でやったりすることあります。例えば、クリスマスパーティーなんかはもう全部自分の頭の中でやりたいこととかがあるので、それをもうパパパパって決めてやってっちゃったりとか、関係方面に協力をお願いするのはやりますよ。バンド演奏手伝ってとか、動画写してとか、写真撮ってくださいとか、そういうのをお願いしたりとかするんですけど、今回は会場に司会の方もついてたりとかするような会場、ちなみにですね、マジックバーを撮ったんですけどね、デジナとサックスと私のセミナーというこの異色コラボレーションでやるクリスマスパーティーなんですけどね、まあ、そういうのも企画して動かしていくのが楽しい時で、そんなにたくさんの人のあれがいらないっていう時には自分でやってしまったりとかっていうことも結構多いっていうのが私の作り方になります。ですのでコミュニティ運営っていうのは、非常にこうなんていうんですかね、うまく起動するとそんなに縛るとかそういうことがなくてもまとまっていくので、まあ、何かをやるっていう時にまた皆さんで協力しながらやっていくっていうこともできるし、普段のお付き合いが濃密になるので、私が例えば何かまたこういうセミナーをやるよっていうとさっと人が集まったりとか、それを拡散するお手伝いをしていただくことも可能だったりとかするので、今の私の運営っていうのは非常にこう自分でもいいなというふうに思ってて、プロジェクトごとに収集と解散を繰り返す形で何度も手を挙げる方は割と核になりやすい方にはなりますけれども、それも全然その時今回はその人が引く出ないって言っても私は OK だし、出たい時に出ればいいっていう自由度を残すっていうのは逆に女性の集団だからこそ、まあ、大事なのかなっていうのと、あとはメンバー内のいざこざが仮にあったとしても、その自分が見ているところの範疇でのいざこざに関しては、私が全部それを仕切るっていうふうに決めているので、仲裁に入るっていう言い方変ですけれども、原理原則に沿った形の感情論を抜きにした原理原則ですね、それに沿った形で、まあ、どちらかに一方的にもしも非があった場合にはその方に辞めていただくっていうだけのことですので、その、スタンスも皆さんに伝えています。まあそういうことがあった方っていらっしゃらないんですけれどもね。なので自分が関わってる部分に関しては、同じコンサルセイさんっていう立場において私が責任を持つっていうことを、まあ、決めてますっていうことですね。でそんな感じでこう皆さんが育ってくると、皆さん同士がまた上手にこう付き合いをしていってですね、相乗効果が出る、なしは事業が発展していくような催し物とかを、アイデアで考えたりとかっていうことをされたりとかするんですけれども、その時にもルール決めてるのは、その方と外部の方が組む時には私は一切関知しないけれども、うちのメンバー同士で初めてのイベントとかを組むということを決めた時には、必ず先に言い出しっぺの方には、趣旨と内容と2人とも事業が伸びる、組み立てになっているかっていうのをチェックした上でゴーサインを出しています。ですので勝手に組んでどっちかだけがすごく良くてどっちかだけが良くないっていうようなプランは却下っていうようなルールを作っていたりとかもしていますので、おそらくですね、そのあたりは男性的な、なんだろうな、理論の方を重視した感情を排したというか、感情を抜きにした、誰が見てもうんそういう答えになるよねという一つのルールを見せていくっていうことが必要になるので、苦手な方は苦手かもしれませんね、はい、だけれどもそういう形でもしもコミュニティ運営とかを作っていくことができると、一人だけでやってるっていうよりはやはりこう何でしょうかね、みんなでこう伸びていくっていう機運ができていくので、そのグループ自体が非常にこういい
雰囲気になっていくなっていうのをとても感じています。ですので、教室の先生であってもコミュニティを運営するっていう意図で、自分の、お客様の中で、そういう、団体っていうか、その中にいてさらに面白いことを体験することが好きな方とかいらっしゃるようだったら、そういうものを作られてもいいんじゃないかなと思います。ただ、その時に、女性脳と男性脳の話もよくしてますけれども、女性脳的な感情で処理するようなルールを作ってしまうと、まず長く持たないですね。だから、どんなに親しい間柄の長年の生徒さんにもきちんと言うべきことは言うっていうスタンスを誰に対しても見せていくっていうことをしない限りは、長く続くコミュニティを作っていくことができないので、そのあたりの采配ができるタイプの人とできないタイプの人がもしかしたらいるかもしれません。ただ、私は今の環境はすごくいいなと思っていて、経験をしていただいて、クライアントと、コンサルタントという立場ではありますけれども、それが仮にものすごく育っていって、私の力がいらないっていうことで自立すれば、それはそれでいいことだし、その時には私はビジネスパートナーを育てたっていうことになるので、その上でまたお仕事を一緒にしていくっていうこともありかなと思っているので、専門職の部分に関しては私は全然追いつくことはできませんので。例えば超スペシャリストのお菓子の先生とか、お料理とかね、パンとか、私が追いつかない領域のものに関してはやはりスペシャリスト、専門職っていう方の方が、できているので、そこで何か必要なこととかお願いするシーン、ここの部分はお花の先生とかもね、結構いらっしゃいますので、これをこういうふうにお願いできますかとかっていうのを頼んだりとかできるような、そういった集団がだんだんできていく、母体が広くはなってとは言ってるんですけどね、それができていくっていうのもまた二次的な効果でいいかなっていうふうに思ってるので、ぜひこんなお話を聞いた上で、コミュニティ運営してみようかなっていう方は、トライしてみていただければというふうに思っております。それでは。